発山本昌、さあ苦しい立ち上がりになっています。ノーアウトランナー三塁一塁、ドラゴンズが初回同じようなチャンスはあったんですが無得点。さあ逆にまたベイスターズのチャンスを迎えています。ランナー三塁一塁、2球目打ち上げる、ライトへ伸びていきます。打球伸びてそのままどうだ、スタンド筒香、今シーズン第1号のホームランのスリーランホームラン、ライトスタンドまで打球が伸びていきました。今日も3点先制ベイスターズ、昨日初回4点、今日も初回3点を取っています。筒香の今シーズン第1号、ランナー2人置いてのホームランです。昨日は吉村、そして今日はこの筒香、初回にホームランが出ています。ライト平田が下がって見上げたその頭上、フェンスを越えていきました。今日はライト方向に強い風、その風にも乗りました。筒香今シーズン第1号のホームラン、スリーランホームラン、まずはベイスターズが、今日の第2打席、初球ボールです。初球ボールが2球目、外いっぱいに決まりました。ボールカウント1ボール1ストライク。ライト方向、これも打球が伸びていきます。打球伸びてポール際どうだ、ポールに当たった、2打席連続のホームラン、第2号、昨日吉村、今日は筒香、2本のホームラン、ベイスターズ追加点4点目。山本今日は筒香に2本のホームランを浴びています。ベイスターズ4点目を取りました。最初の打席と同じような当たりでした。高く上がった打球、ボールは伸びて距離は十分、最後はポールに当たっています。筒香の2打席連続のホームラン、4点目が入りました。ベイスターズバッターはラミレス。